55からの,竹の子生活プラモデル作り始めてみた1バンダイ C3PO とタミヤ GSX1100S 刀サイズはどちらも12分の1なので今回まとめて作りましたなお私は子どもの頃に少し作った程度の初心者ですまずはバンダイ C3PO 接着剤と塗料は不要で完成します。使った道具はニッパーカッターピンセットだけ約100個の部品から組み立て図の順番にニッパーで切り出してカッターで切り口を整えますとても小さな部品もあるのでピンセットを使用デカールは水転写式と一般のシールが入っていてシールを選択 いろいろな関節がある程度動くようになっていてここでは胸と腰のパーツをパチンとはめ込み組み立てます足ができてきました腕もできてきました約3日間で完成しました次に タミヤ GSX-1100S です。ニッパー、カッター、ピンセットに加えて接着剤、組み立てずに指定の塗料、筆など塗装用具、サーフェイサー、サンドペーパー、ピンバイス、マークセッター使用です。なお、全部で約90の樹脂部品のうち塗装なしは上の銀色メッキぐらい、フロントのフェンダーとカウル、燃料タンク、サイドカバー、 フレームには有機溶剤使用のサーフェサーと塗料なので中毒と臭い対策が必要このスプレー塗料の仕上がりは良いのでここぞという部品に使う感じです残りの筆塗りのアクリル塗料は均一に塗る技術の習得が必要塗装には乾燥時間が必要でさらに何度も手直し接着して多少おっかなびっくりで 1> 約1ヶ月間で完成しま,したまとめ12社は全く違う工程ですがどちらも楽しかったまとめ2細かい作業は久しぶりで新鮮だったまとめ3完成品が平面でなく立体というのも久しぶりでどのようにディスプレイするか楽しみです なお次回は数年間の積みプラのスター・ウォーズのどれかか今回あまりなかった水転写式デカールの多いラリーカーか考え中ですご視聴ありがとうございます終わり